映画、マリー・デューバーネーは、アメリカの映画監督、脚本家、映画プロモーター、ディストリビューター。カリフォルニア州リンウッド、コンプトンで育つ。地方演劇で俳優をしていたオバ・デニース・セックストンの影響で映画に興味を持ったデューバーネーは、英文学とアフリカン・アメリカン・スタディーズを専攻した、カリフォルニア大学ロサンゼルス校を1995年に卒業後、 20世紀フォックスなどのスタジオで映画宣伝に携わった後、1999年に自身の宣伝会社、ドバメディアマーケティングを立ち上げた。スティーブン・スピルバーグ、クリント・イー・ストウッド、マイケル・マン、ビル・コンドン、グリンダ・チャーダラの映画の宣伝に携わった傍ら、2006年から2010年までに6本の短編映画やドキュメンタリーを作った。2011年には、 自身のセックストントの体験に基づく初の長編劇映画 I Will Follow を自ら制作、配給し、ロジャー・イーバートはこれを愛する者の死を受け入れることに関する最も優れた映画の一つと称えた。2012年に公開された長編第2回監督作品ミドル・オブ・ノー・ウェアではサンダンス映画祭監督賞をアフリカ系女性として 初めて受賞したほか、インディペンデントスピリット、ジョン・カサベテス賞を受賞した。デュバーネーは、マーティン・ルーサーキング・ジュニア、リンドン・ジョンソン、そして1965年のセルマからモンゴメリーへの更新を描いたプラン B エンターテインメント制作の予算2000万ドルの映画、グローリー、明日への更新の監督と共同脚本を務め、ゴールデングローブ賞監督賞及び、 アカデミー賞作品賞に共にアフリカ系女性監督として初めてノミネートされた。映画は2014年12月25日に公開され、劇中のジョンソン大統領の行動は大きな論争を引き起こした。2013年6月、デューバーネーは映画芸術科学アカデミーの監督支部及び脚本家支部に会員として招かれた。2018年に公開される予定の映画、 エイリンクル・イン・タイムでも監督を務め、その制作費には1億300万ドルが投じられることになった。女性の映画監督が制作費1億ドルを超える作品の監督を務めたのはデュバーネーが3例目となった。非白人の女性監督としては映画史上初の快挙となった。ありがとうございます。